サンピープル一枚ニュート特別番組、影女子の感動パフォーマンスに涙する観客たち。翔くんオミさんの MC とてもしっくりしててよかったです。都市の中心にある大きなホールには、数千人もの観客が集まっていた。その夜、特別番組、サンピープル一枚ニュートが開催され、多くの期待と興奮が渦巻いていた。舞台の照明が落ち、静寂が広がる中、 MC の平野翔さんと渡辺直美さんが登場し場内は拍手と歓声で包まれた彼らの温かい笑顔とユーモア溢れるトークにより観客の緊張がほぐれていったショーのテーマは影絵パフォーマンスだったこの芸術形式は古代から存在し現代でもその美しさと神秘性を保ち続けているしかし今夜の出演者たちはその伝統を確信し 新たな視点と技術で魅了することを目指していた。特に注目を集めていたのは、影絵女子というグループで、彼女たちの創造性と技術の高さはすでに SNS で話題になっていた。舞台が暗転し、静かな音楽が流れ始めると、影絵女子のパフォーマンスが始まった。影絵は彼女たちの手と体の動きで形作られ、スクリーンに映し出される。その影は動物や人物、 風景など様々な形に変わり、観客を幻想的な世界へと誘った。特に、醜いアヒルの子の物語を元にしたパフォーマンスでは、アヒルの子が成長し、美しい白鳥になるまでの過程が繊細かつ力強く描かれ、観客の心を揺さぶった。このパフォーマンスにより、多くの観客が涙を流し、その感動は場内全体に広がった。影絵女子のパフォーマンスが終わると、 会場は大きな拍手と歓声に包まれた。彼女たちの努力と才能が認められ、その場で優勝が宣言された。MC の平野翔さんと渡辺直美さんも彼女たちの偉業を称え、温かい言葉をかけた。影絵がこんなにも素晴らしいものとは思ってなかったです、と、ある観客は感想を述べた。とても繊細で心温まる作品でほっこりし感動しました。また見たいです。 と他の観客も続けたこのような感動的なパフォーマンスを見た人々は日常の中で忘れがちな感情や美しさを再認識し心が豊かになる体験をした彼女たちの影絵は単なるエンターテインメントではなく見る者の,の心に深く刻まれる芸術作品となったのであるショーの終了後 SNS には多くの感想や称賛の声があふれた ハッシュタグ加芸女子というハッシュタグがトレンド入りし、彼女たちの名前は一躍有名になった。加芸女子のメンバーたちは、この成功に驚きつつも、次なる挑戦に向けて意欲を燃やしていた。次回のパフォーマンスでは、さらに驚きと感動を与えられるよう努力します、とリーダーの一人は語った。この夜の成功は、彼女たちにとって大きなステップとなり、さらなる飛躍の機会をもたらすだろう。 また、MC の平野翔さんと渡辺直美さんの司会ぶりも多くの人々から称賛された。彼らの息の合ったトークと温かい雰囲気が、ショー全体を一層楽しくし、観客を引き込んだ。特に子供たちは、彼らの明るく楽しい司会に大喜びし、次はいつ見られるのと親に尋ねる姿も見られた。このような家族全員が楽しめる番組は、 現代ののテレビ番組の中でも貴重なな存在となっている。サンピープル一枚ニュートの成功はエンターテインメント業界において新たな可能性を示した伝統的な芸術形式を現代的にアレンジし新しい視点から表現することで多くの人々に感動を与えることができることを証明したのであるこのショーは今後も続編が期待されており多くのファンが次の放送を待ち望んでいる 影絵女子のメンバーたちは、次回のパフォーマンスに向けてさらに技術を磨き、新たな驚きと感動を提供する準備を進めている。彼女たちの未来には、多くの可能性とチャンスが広がっている。そして、その一つ一つの挑戦が、彼女たち自身の成長と進化を促し、見るもの全てに新たな感動を与えてくれるに違いない。その後も、影絵女子の影響力は広がり続けた。 彼女たちのパフォーマンスは国内外の様々なイベントやフェスティバルで取り上げられ多くの人々にその魅力が伝えられたあるイベントでは影絵女子が特別ゲストとして招かれそのパフォーマンスが絶賛された彼女たちの影絵は言葉を超えたコミュニケーションです視覚的な美しさと感情の表現が一体となり誰もがその世界に引き込まれますとイベントの主催者は語った また、影絵女子のメンバーたちは、影絵の技術を教えるワークショップも開催し、そのノウハウを次世代に伝える活動も行っている。子供たちや若いアーティストたちが彼女たちから学び、新たな影絵の可能性を追求している。このように、影絵女子の活動は単なるパフォーマンスにとどまらず、教育や文化の振興にも貢献しているのである。さらに、 影絵女子の成功は他のアーティストたちにも刺激を与えた彼女たちのように伝統的な技術を現代風にアレンジし新たな価値を創造する試みが広がり始めている影絵女子のパフォーマンスを見て自分も何か新しいことに挑戦しようと思いましたと多くのアーティストが彼女たちに感謝の意を表しているこのように影絵女子の影響は広範囲に及び 多くの人々に新たなインンスピレーションを与えている最終的にサンピープル一枚ニュートは影絵女子の成功を祝うだけでなく視聴者一人一人に新たな視点と感動を提供することに成功した伝統と革新が融合したこの番組はエンターテインメントの新しい形を示し多くの人々の心に深い印象を残した観客の感動や興奮は次回の放送に対する期待となり 芸女子や他のパフォーマーたちにとっても大きな励みとなっているこのような成功の裏には影絵女子のメンバーたちの絶え間ない努力と情熱がある彼女たちは日々の練習を欠かさず新たなアイディアを追求し続けているその結果生み出されるパフォーマンスは常に高いクオリティと感動を提供することができるのである影絵女子の未来には多くの挑戦とチャンスが待っている その一つ一つが、彼女たちをさらに成長させ、見るものすべてに新たな感動を届けることであろう。影絵女子の成功は、私たちに多くのことを教えてくれる。伝統的な技術や表現方法を現代的にアレンジし、新しい視点から再解釈することの重要性。そして、どんなに小さな努力や試みでも、それが大きな成功につながる可能性があること。このような姿勢や考え。 肩は私たちの日常生活や仕事にも応用できる常に新しいことに挑戦し自己を進化させ続けることで私たちもまた新たな成功や感動を手にすることができるのであるこの夜のサンピープル一枚ニュートは影絵女子の成功を祝うだけでなく多くの人々に新たなインスピレーションと希望を与える場となった次回の放送が今から楽しみでならないそして 影絵女子や他のパフォーマーたちが、どのような新しい驚きと感動を提供してくれるのか、期待に胸が膨らむばかりである。このような素晴らしい番組が、これからも続いていくことを心から願っている。そして、影絵女子のメンバーたちがさらなる飛躍を遂げ、多くの人々に感動と希望を届けることを信じてやまない。影絵女子のメンバーたちは、その夜の成功をかみしめながらも、 次なる挑戦に向けて準備を始めていた。彼女たちは決して現状に満足せず、常に新しいアイディアを追求し続ける姿勢を持っている。その情熱と努力は、次のパフォーマンスに向けた計画やリハーサルにも現れていた。彼女たちの目標は、影絵の技術をさらに進化させ、観客に新しい驚きと感動を提供することである。その一環として、 影絵女子は新たな物語をもとにしたパフォーマンスを考案していた。古典的な童話や神話だけでなく、現代のストーリーやオリジナルの物語を取り入れることで、幅広い観客層にアピールすることを目指している。例えば、あるメンバーは、影絵を通じて現代社会の問題を提起し、それについて考える機会を提供したいと語っている。彼女たちは、影絵という芸術形式を通じて、 社会的なメッセージを伝えることにも挑戦しているのである。